はい、どうも皆さんこんにちは。今日は、すでにタイトルにもある通り、子供たちが、スイッチでは満足できなくなったため、PC でゲームを快適にできるように、コスパ重視でパソコン作ったら、予想以上にゲームができてしまったよ。実は、自作のパソコンを作ったのは実に、10年以上ぶりなんですよ。確か当時は、Core2 Quadとか流行ってましたので、LGA775 とかのマザーボードを使ってたと思います。古すぎじゃないかい？昔の話ですからね。っていうか、急に知らない人登場しましたね。え？この姿を見て知らない人いないと思うぜ。まあいいでしょう。ゆっくりでおなじみのマリサと言います。皆さんよろしくお願いします。確かに聞いたことありますね。それじゃあよろしくお願いします。じゃあとりあえず、その子供用に作ったパソコンとやらを見てみようか。お、なんかすごいグーグー詰めのパソコンですな。実は10年以上前のケースをそのまま使ってるんですよ。いやいやいや、そんなことしなくても今でもそれなりに安くケースくらい手に入るでしょう。タイトルにもあるように、低コストでしかも、良い環境でゲームをすることにこだわって作ってみたんだよ。なるほど、だからケースも当時のを使ってるんだな。はい、でも確かにヤフーなんかで、大型 CPU クーラーも余裕で入り、今風のアクリルケースで大型ファンも5個くらい増設できるケースが、2900円くらいで買えちゃったりしますからね。それはあえて買わずに安さにこだわったんだな。はい、でもしっかりとゲームもできないといけないので CPU クーラーだけは、しっかりと冷えるこてつを購入しました。温度管理も大切だが、いきなり4000円だと総額が心配になってくるな。その辺は心配しなくても大丈夫です。それからやっぱり大事になってくるのがマザーボード。 LGA1156 だと？わら。続いて CPU。第一世代の Core i7 では確か上位の CPU だな。はい、ジャンクだと500円くらいで買えますが、さすがに押ししてて壊れてるかもしれなかったので中古動作品を購入しました。なるほど、でも第一世代の CPU とかもうゴミ性能なんじゃないのか？いえ、さっても i7 っていうくらいですからね。これは、CPU のパスマークになります。この性能量を見ると、第2や第3世代の Core i3 の CPU よりも良いことがわかります。つまりは腐っても i7 なんで、まだいける、と思ってこれに決めました。第2や第3もなかなか古いとは思うが、とりあえずは様子見としておきましょうかね。はい、それでは続きましてグラボですね。グラボといえば今は高騰してて、なかなか買えないっていうのはよく耳にしますね。それなんですよ。で、いろいろと性能や、検証動画なんかを見ているうちに、これも昔の GPU でいけるんじゃね？と思い、この GPU を購入しました。GTX570。なかなかこれも古いんじゃないかい？はい、でもこれも実は、GTX650 よりも性能は上で、GT1030 や、GTX750 とほとんど変わらないことがわかります。なるほど。で、これはいくらしたの？じゃーん。上位の、1000円台から2000円台で買えちゃいます。この高騰してる時期にはかなりありがたい価格。そうですよね。で、最後にこれです。安い、でも 1333MHz とは。そこも大丈夫です。むしろこの時代の CPU だとこのぐらいがちょうど良かったりします。でも総額で12,680円は、驚異の価格ですね。はい。で、出来上がったパソコンがこちらになります。なんか雰囲気は出てますね。はい、一応ゲームしながら実況もできるようにしてみました。そうなのか？まあ、実況はとりあえず置いておいて。そろそろその、Core i7 と GTX570 を組み合わせたパソコンでどのくらいゲームができるのかが気になるよな。ですよね、そこは私もかなり気になります。で、まだ検証してないのかよ。とりあえず、ドライバーだけ当てて、ゲームができるかだけはやってみました。それじゃ早速見てみようじゃないか。はい、では参ります。お、フォートナイトじゃないか？はい、ゲ
観賞用にはちょうど良いかと思いまして。今このゲーム流行ってるもんね。しかもスイッチだとなぜかバカにされるという現象が起こっているそうです。それは悲しいな。で、もしも飽きてもそこまで痛くないようにコスト重視でゲームできるパソコンを作ったのです。ああ、なるほど、そういうことだったのか。一応、FPS を無限に設定して、検証してみようと思います。あとは、グラフィックを中くらいに設定して、そこそこ見れるようにしてみようと思います。それじゃあプレイしてみたいと思います。意外にもサクサクできてそうな感じがしますね。これはもう、大成功しちゃいました。右上の FPS を見ると、60くらいから120くらいまで出てますね。これなら普通にプレイステーションよりも、快適にできるということになりますかね。きっと、子供たちも喜びますね。よく、世間では GTX660 がいいとか、最低でも950とかいろいろ言ってますが。おや？やっぱりやりにくいですか？いえ。単純に、こんな激しくて難しいゲームはあまりやったことがなくて、苦手なだけです。なるほど。確かによくわからない動きしてるな。はい、本当に苦手なのでこの辺で、検証終わりたいと思います。とりあえずは、普通に快適にゲームすることができるってだけでもすごいことだと思うよ。ありがとうございます。それでは今回購入したもののおさらいをしていきましょう。マザーボード、2380円。CPU、3000円。CPU クーラー4000円。メモリー 2GB×3 枚で1200円。グラフィックボード GTX570 が2000円。締めて合計12680円になります。このくらいの価格で十分遊べるものができてしまうとはお見事ですね。はい、しかも、自作 PC なので、壊れてもそこだけ交換すればいいのでコスパもかなり良いです。これを見てしまうと、3万も出してスイッチ買うかどうか迷ってしまうところ。ですね、でもスイッチにはスイッチの良さもありますからね、携帯したりできますし。まあ確かにそうかもしれないな。それにむしろ、お金に余裕のある人は、スイッチもプレステもゲーミングパソコンも全部買うだろうからね。でもそんな人は、こんな動画見ないだろうね。低コストで、快適にゲームができることに興味がある人が見てくれるといいな。わざわざ高騰しているところに手を出さなくても大丈夫ってだけでも、かなりの収穫だと思うけどな。そうですよね。それではこの辺で終わりたいと思います。それじゃあ、最後までご視聴いただきありがとうございました。また、次回の動画で会いましょう。お？次回もあるのか？もちろん、あると思います。それじゃまたね。バイバイ。